増設増築しますね。ワクワクドキドキですよ。恩返ししないといけないから、この5つの柱がもうちゃんと機能すれば移住します。さて始まりました、もちしゃんです。今回は野望です。アンビションについてね、話そうかなと思いますね。まあいろいろ決まってきました。まあ今日も生徒たちにはね、もう今年で海塾最後だからっていうのはね、現役生の授業で言ったんですけど、そしたらね、Oh really? I feel so special! って言ってましたね。全部英語でやってる授業ですから、喜んでましたよ。そんな私なんですが、まず最初動かなきゃいけないのは、竹田塾国立校、はい、増設増築しますね。はい、下の階作ります。竹田塾国立校、まだどういうレイアウトにしてどうやってやるとかっていうの決めてないんですけど、ちょっとコロナ禍終わったら増築しようかなって思ってたんですけど、もう不動産屋の人から、いやそんなに待ってらんないっすみたいにね言われたんで、あ、じゃあ分かりました、はい、借りますっていう風に言いました。なんで動きたいと思います。これもうね、非常に大きなことですから、また設営やって、だって100万とかかかるでしょうし、もっとかかるよね。でそれぞれ家賃も増えるわけですからね、どんと。いや失敗できないっすよ。まあちょっとね、受験学年まだ増やすんで募集しておりますんでね、受験学年特にぜひ相談来てください。今一人一人受験学年の状況とどうやって道筋立てるっていうのをやってますんで、僕自身が。そうですよ、一人一人チェックしてますからね、頑張ろうと思います。そして竹田塾イングリッシュですよ、始まりましたね。いよいよ動きが出て、まあまだ、まあ、ゼロ時募集っていうのが終わってね、フランチャイズ何店舗作るかとかは全然決まってないんですけど、オーナーさんたちの面談がいよいよ始まりましたので、どのオーナーさんが選ばれるのかとかまだ全然わかんないんですが、まあ面談の予約のなんかこう枠作って、でもそれがすぐ埋まっちゃったみたいなのは聞きました。伊勢社長とか、まあ、CEO ですね、伊勢さんとかね、林塾長、竹村さんの3人がね面談しますので、いよいよ動きますね。まあ自分の会社の社長ではありますけど、取締役は初めてなんでね、役員としてやるわけですけど、まあまあまあ教務面がメインになると思いますけどね、僕はね。あとはそっか、プロモーションかっていうのがメインでやってくと思いますけどね、自分の仕事は。まあこれもワクワクドキドキですよ、初めての経験。まあこの2つがやっぱもう竹田塾と竹田塾イングリッシュ、この2本の柱としてまずあるっていう感じ。そして早稲田合格塾ですよ、早稲号ですよ。やはりね、恩返ししないといけないから、ユーテラでやってもらってるので、もうほんと平さんのおかげで成り立ってますから、あれはやっぱちゃんとね恩返しをしなきゃいけないと思ってるんですけど、なんたって常に埋まってる状況ですから、ちょっとね、なんかもう来年は枠増やす、まあ、恩返しも何ももう埋まっちゃってる状況なんでね、こうキャパを増やしたりとか ねできるようにしたいなっていうのと、あとはこの冬季講習に関してはちょっと自分が一般の人たちも受けれるような授業をしようかという話になりました。まあ今まで早稲校っていうのは本当塾生だけが見るものだったんで、見るというか塾生だけが、まあ音声講義なんですけど受けられるっていうことだったんですけど、だから夏季講習って言っても内部の人しか聞けないやつだったのを、まあ講習だけちょっと一般公開にしようかっていう話が出てるので、まあそちらでね、こうとっと人を集められればちょっと恩返しになるんじゃないかなと思ってますね。でプラスでやっぱ早稲校ってすごく情報をたくさん持ってるわけじゃないですか、早稲田に関して。これだけ、ね、YouTube でこう発信してるんだったら、もっとちょっとこう早稲田について知りたい全国の受験生とかにセミナーしたらどうかっていうので、まあ、当然会社が動くことなんで無料でやるのは難しいと思うんで、そういうセミナーでも有料で早稲田の情報を与えるようなセミナーも作った方がいいっていうふうには言ってあります。まあ、受験生だけじゃなくて、やっぱ塾関係者とか学校関係者ですね、特に早稲田について知らない、特に地方の人たちは。だから質問が来ても指導できないし、アドバイスもできないっていうところがすごいあるっていうのは分かったんですね、いろいろ全国の人たちの相談を受けて。なんでそういった面でね、もう早稲田一筋でずっとやってきてるわけだから、本当はコロナ前はいろいろあったんですよ、早稲校も学校で講演なんていう話もあって、そこに僕も出たりする予定にはなってたんですけどね、まあ、4期のが中止になったりとかいろいろあってね、そういうイベントも中止になっちゃってなくなっちゃったんですけど、そういう感じで平さんがこういろんなところ回るっていう可能性も本当はあったんですけどね、残念ながらなくなっちゃったんですよ、それ。だからその頃はズームなんて普及してなかったし、今はズームが普及してるんだから、だったら全国に向けて届ければいいじゃない、それでまあお金もらえば、その時ね僕らが講演しに行った額よりももっといっぱい集まるんじゃないですか、それはっていうね、
たくさん人が見てくれればっていう形で、ちょっと早稲郷の早稲田に関する情報だったりっていうのも発信していくのを企画中です。話しました、この間平さんと。だから平さんの話聞きたい、早稲郷入りたいって言ってるのに、いつも満帆じゃ意味ないでしょっていつも締め切り状態じゃ意味ないじゃないってね、言ったんですよ。せっかくこのチャンネルで発信してるんだから、その締め切り状況をなんとかしようっていう話になった。だから早稲郷を大きくして、プラスでユーテラを大きくするってことですよ。だからこれが3つ目の柱ですね。そして4つ目はベーシス大きくしますんで、はい、英語専門塾ベーシスですね、動きます。ここも話しました。形ちょっと変えたりしていく予定ですね。まあオンラインの英語の塾なんですけど、まあポイズ松本がね、いろいろと動画出てくれてたと思うんですけど、ホームページリニューアルして、ちょっと新たな人を招こうと思いますので、これを大きくしていこうじゃないかっていう話になっております。だ、まあこの4つの柱っていうのでやっていこうと思ってますね。来年度はこれでやります。で、まあそれぞれ別個にまたいろいろなね、他に考えてることもあるので、それをやっていくっていうのはありますが、結構ね、やっぱ武田塾始めたから、オーナー業始めたから、いろんな塾関係の仕事それでできなくなるのも出たんですよ。決まりかけてたけども、それで、あ、武田塾さんのオーナーになるんですね、じゃあダメですねみたいな形になった仕事もあったんで、まあ、それでも全然ね OK してくれてるところはあるので、あ、いいですよ、その塾の皆さんぜひプロモーションしてみたいなのがあったら、それはもう僕のチャンネルで全然構いませんし、実際講演にも行きますので、この9月10月11月は北関東の塾で講演してまいりますので、そういったことも行ったりしますし、まだまだ精力的にね動いていきますよ。で、あとは僕自身も何かしらやっぱり一般の方々へ向けてセミナーだったりっていうのも、そろそろまだ忙しいんですけどね、9月はまだ忙しい、もうスケジュール見たんですけど休みがやっぱりないですね。ワクチンの時だけなんで、1回目2回目のその2日2日取った休みなんで、合計4日しかないので休みが、まあ、そういった形でいろいろとお届けできるんじゃないかなと思いますね。もちろんこの対面でね教えるのも好きなんで、何かしらコロナ収まったらそういったイベントもやるかもしれないですけど、なんか教えるやつね、まあ、特にユーテラがやりたいんですけどね、先生たちのイベント、まあ、今なかなか難しいということで、ちょっとねオンラインでやると思っています。予備校とかっていうのはね、相手が1人だろうと相手が100人だろうと同じ額しか送る何は来ないわけですけど、オンラインだったら1人の時と100人の時じゃ全然違うし、そもそもキャパに限界がないからね、100人200人300人400人500人とかもう普通に集められますからね、まあ、違う世界が待ってるんじゃないかなと思ってますけど、これからやっていきますので、ぜひとも応援してください。いきます。この5つの柱がもうちゃんと機能すれば、ドンと行って移住します。はい、まあまあ1年とかでできるようなことかどうかはわからないですけど、ちゃんと成功させてやっていきたいと思いますので、ぜひ応援してください。まあ細かいことはまだあるので、いろいろと、まあ、それぞれのところの細かい発表もいろいろありますので、逐一発表していきますので、ぜひ期待してください。ね、道を一緒に見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.